大石道場、2階に位置する。大石道場は愛知県大府市にある柔道道場。極神会館の大石道場とは関係がない。道場主の大石康氏が現役引退後、少年柔道の指導者になろうとの思いが募り、1975年に開設した。行動学者のようなエリート道場ではないが、児童、学生柔道の全国大会で、 しばしば上位に名を連ねる東海地方の競合道場である。地方密着型指導の道場であるため門下生は東海地区のものが多く、結束力も強い。また、リオデジャネイロオリンピックまで7大会連続で日本代表を輩出しており、全国的な知名度も増している。主な門下生の中には、オリンピック金メダリストの吉田秀彦や谷本歩、銅メダリストの近藤亜みなどがいる。 アテネオリンピックでは五輪に出場した谷本へ、吉田が大石道場の先輩として自分の柔道を貫いてほしいとエールを送り、谷本も壮行会で大石道場の五輪出場、オリンピック金メダルを吉田先輩から引き継ぐと宣言。結果谷本は見事金メダルを獲得。吉田も約束を守ってもらえてよかったと喜びのコメントを残した。 また同場主の大石は2016年にオリンピックのメダリスト育成者として大伏スポーツ功労者表彰を受けている。ありがとうございます。